皆さん皆さんこんにちは日本語のポッドキャストジャパニーズビズのリコシーズン3のノリコですはい、ホストのノリコですはいあの今ねリバプールのアパートのリビングルームのソファーに座っていますこのソファーは実は私好きじゃなくってこの部屋を借りた時にもともとこのリビ,リビングルームについていた ソファーですね、えー、このカバーこの派手なカバーはペルーのデザインで私がペルーで買ったものなんですけどまあソファーの形とかサイズとか色は全然気に入ってなくってこのソファーに座ることは引っ越してからほとんどないんですね寂しいようなもったいないような私がほとんど過ごしている部屋はこのもう一個上にある でこのアパートの中に階段があってこの階段を上がれば私のミニオフィスがありますなので、まあ、ほとんどの一日のほとんどの時間をそのオフィスで過ごしていますねはいえー、今日はいろんな話をしたいと思います、えー、いろんな話1、えー、つ目は皆さんへチャレンジ私自身へのチャレンジ24時間文句を言わずに過ごせますかははいこのトピックは コミュニティジャパニーズ・ツギャザーの中でメンバーさんんが投稿してくれたんですねでこのメンバーさんもついつい、まあ、文句言ったり、うん、いろんなこと起こったりイライラしたり、ね、仕事が忙しかったり家庭のことがあったりいろいろじゃないですかついつい文句を言いがちだから24時間文句を言わないで過ごしてみたいというチャレンジをしたそうなんですね。で まあ1日24時間と言っても8時間7時間ぐらいは睡眠時間かななのでその睡眠時間を除いた時間で文句を言わないで過ごすできそうじゃないですか。ね私もチャレンジしてみたんですが見事に大失敗。<laughs> え週末にチャレンジしたのも悪かったのかもしれないんだけど私が口癖になっている「あ寒い天気が悪い寒い」ね、私は寒寒寒がりなのでいいいつも、ね、寒い寒いって文句を言ってるんですねで、まあ、そういうふうにすぐに言っちゃったしでお腹がすいたらすぐ不機嫌になるんですよ。 で週末ねレストランに外食しに行こうと思ってた時にどこに行こっかなかなか決められなくて「もう早く決めてよ!」みたいなちょっと旦那さんにやつあたりしちゃったりして全然あの気持ちよく過ごせなかったすぐに何かネガティブなことが口から出ちゃってるんですねで私は本当に反省したんです私は完璧な人間じゃないまあむしろ皆さんも同じかもしれませんね 24時間文句を言わずに過ごせた人私に連絡くださいどうやって過ごしたんですか <laughs> 何か秘訣がありますかうんいや実はね人間はすぐにネガティブな方に気持ちが行きやすい生き物だと思うんですねどうやったら一日中幸せな気分でその明るさポジティブさを周りの人に伝えられるのかこの口から ネガティブなことを言わずに済むのか知りたいですはい皆さんもいつかこのチャレンジに挑戦してみてくださいはいで次のトピックは、えー、先日の私のコミュニティミートアップについてです、えー、私は2月の、えー、上旬でこのポッドキャストを4周年記念を迎えましたでその記念で ペートリオンのメンバーと有料メンバーとジャパニストギャザーのメンバーとニュースレターを購読してくれているメンバーさんさらにはプライベートレッスンを受けてくださっている生徒さん何人かを招待してまあコミュニティーミートアップをしたんですと言ってもたくさんの方はまあもちろん来られませんでした、うんまあ、日曜日だったしいろんな時間のね都合もあると思うのでいつも通りのメンバーが集まった小さな <laughs> ミートアップだったんだけれどもとっても良かったんです 私のコミュニティはいいな私のリスナーさんは素晴らしいなもうこの出会いに感謝するしかありませんでしたあのこういうね大きなミートアップまあ大きくはないんですけど皆さんをできるだけご招待するミートアップは大体年に2回しています。えー、多分次はは年年末末かな大体、ね、今までは夏夏ぐらい1回とね または新年に2回やっていたので、えー、今年もどこかのタイミングで皆さんをご招待したいと思うんですけど。 はいあのー、私のポッドキャストの旅をね皆さんと一緒に振り返って皆さんからそのミートアップに来てくれた皆さんからこういうエピソードが面白かったとかこういう話をもっと聞きたいとか私の、ね、のりこのポッドキャストのどこが好きかっていうのをねもうたくさん聞いて私は本当にうしくなりました。 受け止めたか受け止めたかというとそのメンバーさんからね聞いたフィードバックを聞いて何を考えたかというとまあ私ね今まで紆余曲折してあちょっとやり方変えてみたり何か何かチャレンジしてみたりでなんかいろんなことをポッドキャストでやってきたんですけどでも一番大切なのは 私の声が聞きたい私が話すうーんトピックでのりこさんの考えが知りたい、ね、インスピレーションを受けたい、ね、あのもう私のポッドキャストで日本語を勉強しているっていう次元を超えてるんですねあの私のファンの皆さんは <laughs>、はいあの。本当に私のポッドキャストを聞いて人生について考えてくださったり本について出会ったり。 あのいろいろ一緒に私と一緒に考えてくださっている、ね、そういうポッドキャストになっているようなので私はあもうこのままでいいんだと、ね、あの私のポッドキャストのファンを大切にする流れでこれからもねコミュニティリスナーさんを大切に、ね、そういう感じで、まあ、話していきたいなと思っているんですね。でまあ、最近、まあ、ちょっとと余裕ががああるるいうかか時間があるから ビデオポッドキャストも作っているんですけど、あの本当は私はまあ見た目に自信がないからねあのまあ顔を出さない方がいいかなって思うんだけど、まあ皆さんにとってはオプションが一個増えるだけじゃないですかねいつも通り Spotify とかまあ Spotify ではビデオポッドキャスト作れるんだけど、まあ Apple ポッドキャストとかだったら。 聞く,だけね、聞くだけがいいよっていう人はそれで聞いてくれたらいいしまあちょっとのりこさんの顔見たいなっていう時にはスポティファイとかでねビデオポッドキャストがあればまあちょっとプラスアルファで楽しいんじゃないかなって思ったんですね。ははいあととねあの最近私の <laughs> 父と母も YouTube で私のポッドキャストを聞いてるみたいでちょっと恥ずかしいんですけどまあのりこは元気だよまあ年を取りましたけど、ね、50歳ののりこですからまあでもそののりこを、まあ、両親にも見せたいなっていうのもあってはいこうやって時々 <laughs> ですいつもじゃないけど時々気が向いたらビデオも作ってみたいしまあ実はね最近あのスマホを買い替えたんですねはいかなり高かったです。でも前回の その買い替える前の旧モデルは5年間使いましたからね私はだいたい5年間5年間は最低使いたいねなので今回も大切に使って5年間使いたいなまあいい投資ですねなのでまあ、新しいスマホでビデオを撮るのも悪くないんじゃないかなと思っていますはいはい <laughs> まあ、そんな取り留めのない話をしてみましたはい、えー、それでは今日はここまでです。